の男以外にモナドを使える者が現れるとは。だがなぜザンザはモナドを解放した。モロハの刃となることは奴にも分かっているはず。それもあんな子供に。そして私の制御を離れて勝手な行動を取るフェイス。モナドが解放された今となってはフェイスの役割もここまでか。いや、あのモナド使いと戦わせることで何かがわかるかもしれんな。